ドリック・アギム・カナは、ユーゴスラビアのコソボ自治州、プリシュティナ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、MF、DF、元アルバニア代表。アルバニアの他に、スイス、フランスの市民権を持つ。2003年にはアルバニア最優秀選手賞に選ばれた。名字の、カナはフランス語読みであり、母国語のアルバニア語の読み方に準ずれば、サナとなる。 16歳の時にアーセナル FC のトライアルを受けるも、労働許可証の問題から契約には至らなかった。パリ・サンジェルマン FC でプロデビューを飾り、2004年にはクープ・ドフランス優勝を経験した。2005年にオリンピック・マルセイユに移籍し、クープ・ドフランスで2度準優勝した。2007年夏にハビブ・ベニエーが入スするユナイテッドへ移籍したため、 カナがキャプテンに就任した。2009年に移籍したサンダーランド AFC ではプレミアリーグ史上初のアルバニア人選手としてプレーした。2010年7月4年契約でトルコシュペルリガのガラタサライに移籍した。移籍金は500万ユーロを超えるとされる。セリエ A の SS ラチオに移籍。2015年 FC ナントと2年契約を結んだ。2016年6月 現役引退を発表した。その経歴からアルバニア代表のほかスイス代表及びフランス代表としてプレーする資格もあったが、最終的にルーツのアルバニアを選択した。2003年6月、19歳で UEFA 欧州選手権2004予選のスイス戦に出場しアルバニア代表デビュー。以来、代表の中心選手として、歴代最多となる93試合に出場。 2016年には地震初の国際大会である UEFA ユーロ2016に参加した。大会終了後、代表からの引退を表明。ありがとうございます。